ます。こんばんは。今日ちょっとお風呂上がりでね、すっぴんなんで、ガンガンフィルターをかけさせていただきます。スクショとかしなくていいです、今日は。ちゃんとメイクしてる日にしてください。学ぶ隊長、こんばんは。のりとも、こんばんは。だいちゃん、やっほー。あおちゃん、こんばんは。トニー？トニーでいいの？私、英語苦手なんよ。トニーかな？こんばんは。青山さん、こんばんは。のりとも、来てみた。あざーす。今日は、あやなの卒業公演でした。あ、そうだよね。お疲れ様です。お疲れ様です、塩崎さん。写真見ました。可愛かった、ピンクのドレス。さきちゃんが言ってたね。そう、お疲れ様でございました。茂木さんとあやなの卒業公演行けなかったんですけど。そうですよね、行きたかったけど、ちょっと全部言う、何を言ってもちょっと言い訳になりそうだから言わないでおくわ。あ、学ぶハートありがとう。カラ、こんばんは。台湾。レーソン、レッスン、レッソン。ありがとう。井上義弘、えか、なんだ。いやーい。つたやさん、こんばんは。やったぜ。つたやさんや。あ、シン、こんばんは。コロリン、今日もかわいいな。ありがとう、フィルターのおかげ。学ぶ、ありがとう。ケンゾー、こんばんは。TTN、こんばんは。ショールームは初めて来たかな。お、前に一回やったんだけど、それで、一回事務所に、松竹の方に、申請して、ちゃんと岡田彩香の公式のチャンネルにするねって言って、で、公式になってから、一回もやってない。9月だっけ？ 9 月から、8月にやって、9月から更新されたんだっけ？ 10 月か、9月か10月からね、公式になったんだけど、一切やってなくて、久しぶりって感じ。あ、カオル、お疲れ様です。ありがとう。学ぶ、かわいい。ありがとう。クシャトリア、こんばんは。コージ、初見、こんばんは。カオル、ナチュラルなところも素敵です。ありがとう。ありがとうございます。髪色もちょっと明るめ。リベロ、こんばんは。朝日、こんばんは。ネスカフェ、こんばんは。サロユナ、こんばんは。TTN ショールーム2回目だった。あ、そう、めっちゃ前。カオル、スクショしました。スクショニキボイス、どういうこと？睡眠大使、あ、クッキーみたいな、バレンタインのやつじゃん。ありがとうございます。いっぱい。ノーブルハート、ありがとうございます。ナタミ、こんばんは。イエーイ。 メイクしてないんで、ちょっとリップだけ塗った状態なんですけど。ノーブルハート、ありがとう。ウルフ、こんばんは。今、綾野が配信してるよね。かぶっちゃった。ごめんね。ノーブルハート、ありがとう。キヨシ、こんばんは。カウル、サイルーム降ってる。ありがとう。ポチ、こんばんは。あ、キヨシ、お疲れ様です。綾野も卒業かね。さきちゃんが卒業してから、茂木さん、綾野と続きましたね。橋本奈々、ハートありがとう。睡眠大使、ありがとう。かわいい、やったぜ。たかひろ、クッキーありがとう。学ぶ、これ、アメかな、アメちゃんかな。ありがとう。かずお？かずひろ？わかんない。こんばんは。チラッてやってる。こう、チラッてやってる。ありがとう。初見。すごい、みんなスタンプいっぱい送ってくれてる。学ぶ、クッキー。違う、アメちゃんだった。橋本さん、ハートありがとう。ポチも、サイルームありがとう。カオル、365日かわいいです。ありがとうございます。いや、ブスの時もあります。ゴッツ、あ、はじめまして。はじめまして。初訪問の方がね、何人かいてくれてる。大ちゃん、おー、クッキーいっぱい、ありがとう。え、じゃあこれ2回目か。2回目な気がするな。
待って、これさ、私さ、めっちゃコメント遅い、もしかして。サロユナハートありがとう。あ、ツタヤさん、岡田さんの配信の通知来て少しびっくりしました。これはいかれまと。いや、そんな大した内容やらないんで、全然大丈夫ですよ。来てくれて嬉しいんだけど、そんなの大した配信しないから、得するか分かりません。お時間を、こんな私のお時間をくれるのはちょっとどうなんでしょうか。あ、さくちゃん、ヤッホー、クッキーありがとう。ストレスフリー、こんばんは。マカロンナイト、こんばんは。ショールーム久しぶりですね。そうなのよ。あやのんとルナポンとあやかちゃんと配信かぶり。マジ？イエーイ。私の配信いいんじゃない、見なくて。そんな、何、みんな何話してんの。私言うときますけど、ライブ告知のメモなんてしてないんで、前回と同じように何を告知すればいいのか全く分かってないから申し訳ないんですけど、もしライブ情報とかを知りたかったら2人の方行った方がいいと思います。先に言っとく。ネスカフェハートありがとう。スーミー大使、11月30日に配信したはず。あれ、もう記憶がない。ごっつ、いい意味で昔から変わらん可愛いあやかちゃんですね。なん、このポーズない、これどういうことですか。さくちゃん、その顔でメイクしてないのずるすぎやん。いや、フィルターをかけてる、フィルターをかけてるからね、なんか目がちょっと大きい。配信かぶっててもここに来ました。カオル、ありがとう。そんないい配信しないです。ネスカフェクッキーありがとう。カオル、サイリウムありがとう。パピコ、こんばんは。バレンタイン仕様のアイテムかね、すごい。ネスカフェキラキラありがとう。ポボのりともありがとう。学ぶ、大丈夫、ありがとう。コメント遅いのは岡田さん定期です。井上義弘、ハートありがとう。みんなのコメントの量が多いだけかと。あ、嬉しいんですよ、コメントが多いのは。本当に嬉しいんですけど、ランキング見たら訪問回数6回の人いるから、それくらいはやってるはず。待って、私の記憶がないのかな。私ね、ちょっとこれさ、話したいけどコメント全部触れるね。猿の腰抜け地、あちらありがとう。ごっつ、いや、彩香の方が昔からの仲なので見ますわ。過去とは。ストレスフリーありがとう。ゆうや、こんばんは。確かにコメントめっちゃ多いと思います。カオル、え、本当に、それはありがたいですね。彩乃はたわしの話、おお、それはすごい。ライブ予定はノート見ます。あ、そうなんです、ノートに変わりました。セゾンっていうか、アドコミアイドルのライブスケジュールを見るそのやつがノートに変わりました。はーい。あやのはたわしに話しかけるというラジオ配信だった。ああ、いつも通りですね。高政、こんばんは。いや、みんなこんな感じよ。ライブ情報なんて最後にちょこっと話すぐらいで、ちょこっとも話せないぐらいに、本当に何も私分かってない、申し訳ないね。ごつ、いい配信とは、いい配信とは何なんですかね。私、いい配信できたと思ったことほとんどないです。13期はゆりさほちゃんとゆりちゃんだけになったね。ね、まさかの2人かも、私の中ではね。大ちゃん、いいのよ、気にせずに自由に配信してください。あ、もういつも自由にさせてもらってます。コロリン、この配信聞きながら詰め切るね。どうぞ。高松、ハートありがとうございます。学ぶ、お会いするの生誕祭以来、もう生誕もめっちゃ前に感じる。ゴー、こんばんは、初見、イエーイ。まさき、こんばんは。ネスカフェ公式前からの引き継いでるからじゃない？公式前からだとしても、私そんな配信した記憶がない。8月とか2、3回ぐらい配信ありました。え、マジで記憶がない、本当にやばい、申し訳ないね。さくちゃん、あやか配信のこの適当な感じ懐かしいわ。いつも通りです。きよし、6回もやってんのか、知らない。知らない、そんなやってるの知らない。ごつ、推しと話せる、好きな子の顔見れただけ、それだけ嬉しいんだよ。ありがとう、元気だよ、今日も多分元気。お風呂で半身浴1時間ぐらい入ったから元気。ツタヤ、このゆるい感じ最高です。いつも通りです。
カオル、彩香さんがお話ししてくれるだけで神配信です。イエーイ。初回、睡眠大使初回配信が8月3で、8月に4回、11月に1回で今日ですな。8月に4回もしたの。私の中で1回しかしてないのはなんで？あの、公式にする前に1回だけした記憶しかないんだけど。なんででしょうね。ゆうや、もぎさんも卒業したし、もぎさんの卒業公演に萌えちゃん。あ、ね、見た。さくちゃん記憶喪失。あ、来たよ。ちゃんと最新まで来たよ。あの、すんごい、あの、さささっとみんなのコメントに返したから、あの、ついたよ、あの上まで。本人より、なんでみ、なんでそう、え、なんかね、聞いて、ね、聞いて、今の俺フィルター外れたらやばい。あのさ、なんか、なんか記憶喪失なのかな、なんかね、すぐ記憶がなくなるの。なんで、どうして、なんか1年前の記憶もない。 ほとんどのは、それは嘘、ほとんどは嘘だけど、なんかとびとび、なんかとびとびになるの。どうしてだろう。これそれこそなんかこういうのあったよねって言われても覚えてなくて、あのショールームも全然覚えてないでしょ。なんかわかんない、忘れちゃうのよ。あとそのセゾンになってからさ、あの何、いろんな人と出会ったじゃない。あの私ね、セゾンの中でね、誰よりもね記憶力がないからね、あのね、みんなのね名前とか顔覚えるのもね、すんごい時間がかかるんだけど、あの顔はね結構覚えられる方なの。あの見たことあるとかAKB の頃絶対会ってるとかは、まあ、たまにそうちゃんとあるんだけど、名前がね覚えられなくて、やっとそのマスクを取れるってなったからさ、だんだん見慣れてきたのね、見慣れてきたんだけど、名前がね覚えられなくて、でもし覚えたとしても、その来るじゃん、来てくれるじゃない、あのこの名前で会ってたっけなって、あのなっちゃうの。あの自分を信用できないと言いますか自分の頭が信用できないから、私多分この方こういう名前なんだけど、でもこれが違ったらショック受けちゃうよね、どうしようみたいなっていうのがある、最近の悩み。忙しいからそういうのでなるの。いやでもさ、忙しいから、あ、じゃがりこが、あ、じゃがりこが中身が出ちゃったねえ、やだー。忙しいからなのかな、まあいろんなことあるからさ混乱するよねっていう悩み。つたやさん、じゃあ前回ディズニーいつ行ったか覚えていますか。ディズニーは多分心の友の会で行ったんですよ。でリナクマの好きなホットドッグを食べた気がする。ん？何したかなその時。あ、何日か覚えてないけど、うん、リナクマとね夜まで残った。
で私多分チップの帽子かぶってる。あれはいつ？クリスマスのディズ、クリスマスのご飯だった気がする。多分そうでも何月か分かんない。クリスマスツリーがあった気がする。12月かな。カオル、自分もセゾンのおかげで毎日楽しい思い出が湧きされるから記憶喪失です。それは大変。あのちょっとねカメラの位置を上にしすぎてね、ちょっとなこう映る可能性めっちゃある。きよし、顔と名前とツイッターアイコンがなかなか紐づかないのよね。あー、ツイッターのアイコンね、確かに。いやでもそれで覚えてた記憶あるな私、昔握手会の時とか名前聞いてアイコンこういうのでやってるよってなって、でその日の握手会終わった後のリプでその方がコメントくれたりとかしたら、あっって認識はする。それが覚えられてるかって言われたら分かんない、覚えてないけど分かんない、その時の記憶はまあ覚えてないんだけど、そういうので認識してた。第いっぱい来てくださいってことね。そうですね、あの間が空くとあの忘れます。人間です、人間、ちゃんと人間だから、あの誰よりもあのすぐ忘れる。鶏が3歩歩いたら忘れるでしょ。私は多分ね2歩ぐらいで忘れるタイプの人。ゴッツ、急に食べ始めるのあやかって感じで面白い。あはウケる。ダイ、やだと言いながら食べるのね。あのね私これが好きなの、じゃがりこの梅。私梅が大好きなんだけど、昔から梅干しのお菓子とか梅干しが大好きなんだけど、これはマジで好き。あの最近の多分もしプレゼントされたら一番嬉しいやつがこのじゃがりこだと思う。か蒸気でアイマスクがめっちゃ嬉しい。きよし、私も忙しいと最近のことから忘れていく。忘れちゃうよね。きよし、ディズニー今年行ったんだっけ。今年は行ってない。1月行けなかったのよ。で2月もちょっと心の友の会は行けない可能性があるねって。うたぱがさワンマンあるから。これ怪しいな、話し方が記憶喪失の人の。それやば。 TT のニラクマ読み欄に寝返りそうになってたので正しておきました。あーそうですね、なんか見てるね。確かにあの人はね寝返らないよ。結局ディズニーが好きだと思う。キルシー、ミラコスタの次かしら。ミラコスタ、あ、そう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 だそうだ、アトコミの忘年会やった次の日だが最後だって、ピンクのコート着たもん。一致した。つたやさん、楽しいこと覚えてるかと思ったら違った。いやそうそうなんだよね。あ、たかひろクッキーありがとう、すんみん大使もありがとう。いなくまに写メ撮られた時のランドル。そう、あのいなくまにリトルグリーマンの食べ方を教えた。ごっつ、僕インスタのアイコン10年くらい変えてないよ。インスタのアイコンでしょ。インスタ私あんまやらないからわかんない。カオル、ただでさえ覚えること多いし深く悩まなくても大丈夫だと思います。もう記憶ないって思ったら記憶ないって言うから。そう、私ね嘘つけないから。ゆいや、あやなの卒業公演にレイちゃんが見に来ていた。ああ仲いいよね、あそこあそこ。キヨシ、ニワトリ並み。そう、本当にやばいよ。ニワトリ声のあやか、いいね、面白いね。キヨシ、じゃがりこ梅ってあまり見ないね。あの期間限定の多分お菓子。
カオル、名字に梅がつくカオル、歓喜。イエーイ。清志、3月暖かくなるからね、ちょうどいい。ね、早くもうちょっと暖かくなってほしいです。カオル、喜び方が可愛い。わらわらわら。あ、ウケんだけど。ちょん、ちょん、ちょん、ちゅ、ちゅんぐくん、くよんぐ。ありがとう。いっぱいなんか絵文字送ってくれてる。サガッチ、こんばんは。こんばんは。ごっつ、もぎゆりの通称から変えられない。いいんじゃない変えなくて。さくちゃん、サイリウムありがとう。すごい、虹色。みっちゃん、こんばんは、初見。こんばんは。ありがとうございます。なんか見つけてくださり。全然でも大した話してないので。エチゴ、エチゴの DD。エチゴって聞いたことある。お餅？エチゴってお餅かな。こんばんは。ゆうや初見の AKB の YouTube で、あやかちゃんがななちゃんとシリーズも対決やったの覚えてる。覚えてる。私がすぐ勝ったやつだよね。覚えてるよ。覚えてる覚えてる。なんかね、そういうね、なんか印象に残ってる、特に印象に残ってるものとかは多分覚えてる。いや、覚えてない可能性もあるけど。そう、ありがとうございます。あの、全然あのコメントくれて大丈夫です。なんかもし控えめに、読みやすいように控えめにしてくれてたら、すごいあのありがとう。優しい、みんな。あの、あれです、12時ぐらいには終わりにします。さくちゃん、最近友達たちはあやかのとこに召喚できてるから嬉しいね。え、面白いよね。覚えたよ多分。ね、いや、言わない方がいいね、ここで名前はね。今度ちょっとまた言うね。そう、やっぱね、あの、印象残るとね、あの、覚えやすいですね。スーミン大使、大好き、ありがとう。清志、やっぱり昔のことの方が覚えてるよね。どうなんだろう。え、セゾンになってからの記憶が飛んでんのかな。え、でも私 AKB の頃の昔の記憶もないから、どうなんだろうね。いや、多分私の記憶力が、私ね、ほんとダンス以外の記憶力がもう欠けてるの。ダンスだけはね、結構覚えてるの。一回踊ったやつとか、そういうのはね、覚えてるんだけど、それ以外の記憶はね、それこそ舞台とかやってた時のセリフとかは、本当に時間かかるタイプの人。あの、立ち位置とかを、ダンス、その何？アイドルだったら、まあ、ダンスがあって歌があるじゃないですか。歌詞があって、でダンスの振り付けもあるじゃない。私、歌詞を覚えられないから、振り付けを先に覚えて、この振り付けの時にこの歌詞だとか、そういうので覚えていく人なのね。そう、体で覚えるタイプだから、セリフとかって動かないじゃん。いや、動く時もあるかもしれないけど、最初にセリフを入れていかなきゃいけないじゃない。そうなった時に本当に大変なの。だからその舞台の時は、あの、稽古の時はちょっと本持ったりとかして、で立ち位置こうつくじゃない、動きを。その時に、あ、この流れかっていうのを、その逆にその動きをセリフのやつにこう当てはめて覚えていくみたいな人なのよ。そう、大変ですね。先に歌割り覚えてくださいって言われた時、本当に大変。本当にこの気持ち分かるアイドルさんいるかな。サガッチ、最近なかなかセゾンさんのライブに行けてないので、また会いに行きます。あ、じゃあいつでも、いつでも嬉しい。来てくれ、来たいって、会いに行きます、行きますって言ってくれることが嬉しいですね。行きますって言って来てくれたらより嬉しいですけど、
そう、行こうって思ってくれる気持ちが本当に嬉しい、感謝。だって興味なかったら行こうって思わないじゃない。ありがたいです本当に。最近セゾンさん平日のライブ早めの時間帯が多いから多分難しい方が多いんですけど、そう、それでも多分魂ってか気持ちは飛ばしてくれてるんだろうなって私は思ってるんで、そう、来れないってなった時も、行きたいけど行けないって思う方もいると思うから、その方誰が思ってるかとかわからないけど、その方の気持ちをね、こうテレパシーで感じてます。本当に嬉しいよ。ダンス覚えてるのすごい。いや本当にダンスしか覚えてない。小学生の頃のダンススクールで習った振りとかも覚えてる。なんでだろうね、ダンスが好きなんだろうね。睡眠停止体で覚えるタイプなんだよ本当に。そう、運動神経がいいかって言われたら多分そんなに分かんないけど、逆にダンスだけ覚えてるのマジ才能じゃんね。でもさ、これをさ特技とは言えないじゃん、見せるの難しいからさね。あれとかやってみたらいいよね、踊ってみたみたいな。あれね結構私ね、人のやつ見た時にお覚えてるってなる。ツタヤ天才よ、やったぜ。カオル歌詞と振りが一致してると覚えやすい感じですかね。あでもそれの方がなんかこの歌詞だからこの振りにしてみたよとかめっちゃ覚えやすい。いちご、ライブとか行ったことないけどチェキシャに行ってもいいですか？え、ぜひぜひ。待ってる。そんなずっと毎回何定期何頻繁にって言われたらちょっと分かんないですけど、できるだけやるんで、ぜひその時タイミング合えば来てください。大、気持ちだけはいつも飛ばしてます、ありがとうございます。カオル、そういう風に言葉にしてくれて救われてる人が今たくさんいると思いますね。あのあんまりやってショールームでは真面目な話しないでいようと思ってるから。あの真面目な話とかすると本当に終わんなくなっちゃう。シャキオこんばんは。ねえ、きよし早めだと仕事抜けてれば早く家帰れるから便利なんだけどね。ね、難しいところありますよね。ひろしげこんばんは、やっほー。 VVV ストレスフリー、ダンス忘れないのもすごいね。本当にダンスだけはね覚えてるんですよ。プリさん初見はじめまして、あやかみ様、なんで格好。やっほー。スーマータンこんばんは、睡眠大使クッキーありがとう。あれジュリちゃんじゃん、ハートありがとう。きよし踊ってみた、ぜひやってみてください。どうやってやるんだろう、音源作ってもらうのかな。サクちゃんメモリアスブルーの彩香のダンス TikTok 何回も見た記憶あるな。ねあれちょっと失敗しちゃったんだよね。はは笑い方やばい。ちょっと失敗しちゃったんだよね。でもあの新体制になってからの曲とかをなんかそういう細かくねできたらいいね。サガッチ、未だに彩香さんを目の前にするとすごく緊張します。私そんな緊張するような女じゃないよ、大丈夫、こんな感じいつも。そう、うるさいよ、まあ、ステージ上の私を見たらちょっとイメージ違う可能性あるけど。ストレスフリーどういう心構え、何の話のやつだっけ。話が出てこない。プリさんなぜか緊張を覚えてます、なんで。私そんな緊張しないよ、なんならだってセゾンの中だったら多分一番声かけやすいタイプの女だと思ってるよ。カオル、メモリアスブルーの彩香さんのターンは芸術品です。
どこのターンだろう。でもターンは本当にめっちゃ昔から練習した。どんな感じでやれば綺麗に回るんだろうみたいな。ゆいや寝るから抜けさせていただくね。おやすみ、おやすみなさい。ありがとうございました。こんなあの配信に来てくださって本当にありがとうございます。今でも緊張します。いや昔よりは緊張してないよ。さくちゃん、あやかうるさい、うるさい、私はうるさいよ。あの仲良くなったらよりうるさいよ。初対面の方にウェーイって言ったら惹かれる可能性あるから行かない。でも何回も来てくれる方とかには全然行くそう、私も一応人見知りだからね。マジありがとう。あ、ストレスフリー。ショールームで真面目な話をしないって話。あ、そう、真面目な話しない。あのしない真面目な話はしないです。なんかあの基本しない。例えばワンマン前とかそういうので意思表示、意識表示、なんかそういうのをやるっていうのは時は話すけど、毎回毎回真面目な話はしたくないっていう話。意外と真面目な人なんだよ私。けどあの真面目な話はしない、しないよ。セゾンで一番声かけやすいの誰だろう。他の子声かけやすいかな。あ、みんなが思う人と、例えばアイドルさんが思うのとまた違うのかな。アドコミアイドルの人とかは結構話すけど、でも話すまでの時間はかかる時はかかる。誰なんだろうね。あやのんとか話しやすそうだけど、あの子こそ人見知りだからね。めっちゃそう。こめちゃんも、こめちゃんはなんか顔が綺麗だから声かけるのビビりそう。なんか冷たかったらどうしようとか、綺麗すぎて近寄れないみたいな感じに思いそう。いや知らんけどなんかそういう風に思いそうだけど、あの人はちゃんと返してくれる。話しかけたら喜ぶと思うけど。そう、イメージね、勝手な。ルナポンはでもルナポンも人見知りだからな。そう、なんだろうね、仲良くなったりとかしたらめっちゃ話すのかな、わかんない私どうなんだろう。私笑ってたら多分声かけやすいんじゃない。笑ってなかったら声かけづらいんじゃない中学生の頃からさ、なんか怖い人とかさ声かけづらいみたいな言われてきたからさ、年上の方からもさなんか怖い人とかさ言われてきたからさ、どうなんだろう、わかんない。みんなどう思う。私、清さん、旗から見るとだいぶ人見知り出てないよね。一見ね、一見出てないっていうだけそう、私あの最初初めましてってなった時は、私めっちゃ様子を伺うタイプの人だから、そう、最初から何も話さない。最初はこう様子伺って、あ、こういう、この方はこういう感じなんだなって分かった瞬間からこうなんかちょっと変わるですね。つたやさん、人見知り一緒ですね。イエーイ、一緒。人間観察してるってことだよね。ウルフ、みんな可愛いから緊張しちゃうな。え、絶対緊張してないでしょ。つたやさん、綺麗すぎて近寄れない。岡田さんもじゃない。いやー、その時のコンディションによるコンディションによってほんと可愛い時と可愛くない時とある本当にね、あのマネージャーさんからも今日コンディション悪いねって言われる時もあるぐらい、ほんとコンディションに左右される女です。シャキオ、どのメンバーもいざ話したら思ってたより数倍話しやすい印象。そうなの。だからね、あのライブ上ではあのなんか
怖いって思われやすいんだけど、なんかパフォーマンスがすごくてなんか逆に怖いですみたいな言われたことあるんだけど、そんな怖くないみんなちゃんと大人だから怖くないよって思う。さくちゃん、彩香は小5男子だから話しかけやすい。そう、なんかみんなに言っといて、そうやって私のこと怖いって思ってる方がいたら。いつも特典会で彩香さんの笑顔が可愛すぎて頭が真っ白になります。ちょっとそれ飛んじゃうね。何話してるか分かんなくなっちゃう可能性もあるから慣れようぜ。ストレスリー何回か時期取ったら緊張せず話せるようになった。そうだよ、話してみれば怖くないんだ。でもそれ私にも言えるよね。人と話すときに怖くないよって思いながら話さなきゃいけないね。ウルフするよめっちゃ強く言っちゃったもんね。あ、ザンス、ヤッホー。清さん、マネージャーさんはっきり言うね。でもはっきり言ってくれるから助かる。カオル、存在しない日本語。岡田彩香が可愛くないとき。いや、存在する、存在する。めっちゃなんか夜中にご飯食べちゃったときとか、次の日顔めっちゃむくんでるから可愛くない。あん時可愛かったよ。可愛かったよって自分で言うのもなんだけど、アイドルさんのデビューライブのゲスト出演みたいなした時、ハーフツインしてて、渋谷バイデンとかな、あん時はめっちゃコンディション良かった。そういう時がある。さくちゃん、でも岩の時は怖かったよ。あ、岩の私は本当に一般人みたいな感じなんで、本当に人見知り、ザ人見知りみたいな感じなんで、こんな感じのテンションではいけない。そう、いけない。岩の私はアイドルの私だと思わないでほしい思わないでほしいってか、思わない方がいいと思う。普通の一般人の岡田彩香さんが働いてると思って、だからなんかこう面白い返しとか求められても多分返せない。私、あの時の私は多分、いや仲良くなったらいいあれですけどね、話せるようになったりとかしたら変わるかもしれませんが。きよしさん、 AKB 時代しか知らない人に今の彩香を見せたいね。 AKB の頃の私を知ってる人は私のことを本当に やばいやつだと思ってるんだろうなみたいな。なんであの子 MC ちゃんと話さないんだろうみたいな、なんで一言しか返さないんだろう、楽しいのかなみたいな感じのあの子楽しんでるのかなって思っちゃうぐらいの人だったけど、今こんな感じだよっていう、変わりすぎてびっくりされちゃうね多分。そう、あの時コンディションよかった。明日もライブですね。急にもう12時過ぎたので終わろうと思います。そろそろプリさん、ツンとした横顔が綺麗で怖いというかクールな人だと思ってた。すごい誤解してた。あ、でもクールって言われるの好きですよ。クールな人ってかっこよくない？そういう女になりたい私。私昔からさ、北川景子さんが大好きなんだけどさ、なんか可愛いって言える時もあれば、かっこいいって言える時もあるじゃない。でも多分綺麗系の顔なのかな。なんかそういう人になりたいです。憧れてる。なんか可愛いよりも綺麗とか言われる方が、いやどっちも嬉しい、どっちも言われたいけど、なんか今の気分は綺麗何の話。こんだけ可愛くてお話楽しかったらアイドルとかした方がいいな。アイドルなんだけどね今は。一応アイドルっていうのが楽しくて再始動しましたから、再始動のメンバーとしてちょっとセゾンとして活動させていただきましたので、アイドル楽しいね。みんなと話せてパフォーマンスしてるっていうのが多分私の転職なのかもしれない。ステージに立つっていうのがすごい好きなんだと思う。でもね、写真を撮ってもらうのも好き。
昔はモデルさんになりたかったから。小学生の頃モデルさんになりたかったから写真撮ってもらうのは好きです。さくちゃん、今の彩香を知れて本当良かったし嬉しいんだよな。いいですね、いいとこ知ってますね。私のきよしさん、明日サツカなんだよね。そう、明日サツカなの。やばい、むくんじゃいけないよね。どうしよう、久しぶりセゾンとか、ほんとサツカの日少ないっていうかほぼないからさ、どうしよう、顔むくんで、え、なんの、え、どうしよう、コンディション悪かったらどうしよう、終わりだな。明日早めだし、どうしよう、何の髪型しようかな。痛い、え、じゃがりこも食べたいけどさ、ねえ、どうしよう、ちょっと考えなきゃいけないね。夜更かししすぎないようにしなきゃ。プリさん、岡田さん鼻高いから横顔がめっちゃクール。あ、これはパパ譲りですね。鼻が高いっていうかしっかりしてる。そう、パパ譲り。昔ね、ハーフみたいってめっちゃ言われたことある。小学生の頃がピークですけど。そう、最近はママにも似てるって言われるけど、妹とはね似てないんだけど、あのね、妹も私もママには似てるって言われるらしくて。そう、結構こうパーツがしっかりしてるのはパパ譲りですね。カオル、綺麗と可愛いを両方持ってるから最強です。最強、俺最強。あやか、あやかじゃないわ、きよしさん、あやかは可愛いも綺麗もあるからね。やったぜ、嬉しい、頑張ろう。もっとさくちゃん、今の気分はかわ綺麗なのかわいいどっちも言ってくれたね。ダッチ、最近岡田彩香割と好きなんすよ。ありがとう、遠征しようね、ツアーどうもどうも。でもダッチはなんかさらっと嘘つきなところあるから面白いですよ。和夫さん、和夫で合ってる、和夫さんで合ってるのかな。いや、自分がやりたいをやるのが大事よね。きよしさん、落ち着け、さっき半身浴したし急に慌てるよね、私ね、焦る焦る、本当に焦る。やばい、こんな感じで話してたらマジで終わんない、どうしよう。いや、じゃがりこもまだ残ってるから食べたいし。半身浴した、そうだよね、汗もかいた、めっちゃかいた。うん、大丈夫、マッサージすればいいね。ウルフ、急に痩せる。ツタヤさん、半身浴したから大丈夫ね。そうだよね。ダイちゃん、可愛いかよ、わら、あはは、ストレスフリー、とりあえず好きなだけじゃがりこ食べよう。やばいやん、めっちゃ進めるやん、じゃがりこ。お菓子結構カロリー高いんだよこれ、塩分とか摂取してるもんね。258カロリー、炭水化物 33.2、 食塩 1.3、 脂質 12.5。 とんでもないね。さくちゃん、ママめっちゃ似てた、マジ。でも妹とは本当に似てないんだよね。そう、ママがね一番ちっちゃいんだ。私が一番身長あってママが一番ちっちゃいの。ダッチ、さらっと嘘つき(笑)はい、さらっと言いました。和夫さん合ってるよ、え、よかった。さくちゃん、じゃがりこまだ食べたい、何回も言うの笑う、食べていいよ。喋るとしゃさ食べれないんだよね。 TTN、 とりあえずショールーム終わってじゃがりこ食べよう。そうだよね、でもじゃがりこやめとき。あー、どうする、どうする、食べたいよ。でもさ、これしけちゃうじゃんね、しけたお菓子食べれないんだよね。早く終わるのがベストだよね。はーい、和夫さん、名前よく間違われますが一発で当てるのは珍しいです。あ、そうなの、これ逆な、なんて読むの逆に。コロリン、汗かいてしょっぱいの欲しくなって結局むくむ。みんな加工しようね。じゃあきよしさん、そこまで塩分ないのね。あ、ないんだこれ。シャキオ、あやのちゃん、これから辛ラーメン、辛ラーメン食べるって言ってたよ。あやの、明日サツカって忘れてんじゃない。スーミン大使、飴ありがとう。
さくちゃん妹似てなかったけどめっちゃ可愛かった。そう、妹可愛いってなんか言われるしよ。妹の方が可愛いっていうやつは許しませんけどね。でもこの間妹と会った時になんかすんごい妹に買ってあげたな。いいあれだね、本当にいいお姉ちゃん。だっち嘘ついたことなくないか。うん、いや、あれは私の勘違いか。そうだ、なんかそんなこともあった気がします。ウルフ、ジャガーリゴにする。梅干しって美味しいのかな。でもあれは食べたよ、サラダ味。プリさん、某メンバーお風呂入って辛ラーメン食べるかも。多分食べるね。のっぴ、あやの、あやかの方が妹みたいだった。え、マジ。香る、家族思いのところ素敵です。え、妹の方が大人。なんかちゃんとね、あの女子大生って感じ。なんかそんな感じがする。なんかね、服装もね、なんか大人、私よりも大人っぽい感じ。でもなんかね、私の機嫌がいい時にこれ欲しい、あれ欲しいって言ってくる人だから、ほんと計算高い女なんですよ。やな姉。和優や和優とか様々言われてる。へえ、和優、いや 和風の和だけど和っていう読むイメージある。キヨシさん、いいお姉さんだね。でしょ。さくちゃん、辛ラーメンな。あ、辛ラーメン。私辛ラーメン食べたことないんだよね。辛いラーメンだと思ってた。辛いラーメンなんだって思ってた。バレちゃった、食べたことないんだ。ダッチ、辛ラーメンの辛が読めないだとバレてしまったね。秘密にしといて。プリさん、岡田さん妹キャラかと思いきやお姉さんだったのか。私ね、長女なの。ツタヤさん、あえて会えるのには明日サツカということは黙っていてほしい。あ、でもね、明日のスケジュールにね、サツカって書いてなかった。私たちに来るスケジュールには書いてなかったから、あのセゾン公式のやつを見てなかったら多分忘れてるような気がする。キヨシさん、落ち着いてる感じしたよね妹さんは。あ、普段うるさいよ、ずっと喋ってくる。そう、でもね、あのいろんな人がいると静かになっちゃう人。あやの、今日サツカなの。言いそう、忘れてたっていう。さくちゃん、辛いラーメンなのは間違ってないけどね。でしょ。あ、よし、終わろうか。ウルフ、ツイートは見てたけどチョコとしか言ってなかった。あ、絶対忘れてるやん。ダッチ、ちなみに今は娘と戦ってます。あ、そう、娘って書いて、なんか言ってたか書いてたかで、え、結婚してんだ、子供いるんだって思ったらペットだったね。そう、それはね、ありましたね、そういう時も。つたやさん、お母さんも妹さんも美人すぎるのよね、遺伝ってすごいなと思ったよね。はい、すごいですよ、ママも綺麗なんですよ。ちょっと今ぽっちゃりしたけど昔めっちゃ綺麗だった。でもこれ言うと感謝してって言われるから言わないですけどね。そう、私に感謝してねってめっちゃ言うから、あの人そういう母です。ジリちゃん、あやのさ、明日はサツカって自分で言ってたから知ってるはず。あの人は多分寝て起きたら忘れてると思います。はい、もう終わります、もう終わりましょう。永遠と喋っちゃう、もう寝なきゃいけないから、明日顔パンパンになる可能性あるからね、早く寝ようね。はい。本当はもっと喋りたい、スイッチ入ってきたが。いや、でも終わろう、終わるよ本当に。またやろうね配信、なんかちゃんと次はなんかテーマ決めようね。こんな終わり方でいいのか、やだ。なんかあの見てくれる人の数がどんどん増えていってるのが申し訳ないんですけども。
はい、早くじゃがりこ食べようと思います。明日も頑張りたいと思います。明日ライブですね。で14、15もライブですね。で18もライブですね。それ以降はちょっとわからないんですけど、はい、はい、そういう感じですね。ちょっとわかんないので、あのセゾンの公式 X を見てください。よろしくお願いします。また気が向いたら配信してね。ほんと気が向いたらやります。ランキングね、4もいや、告知やることを褒めるっていうのは相当レベル低いですよね。本当に私の、本当に普通やるんだ、普通やるために告知するために多分ね、やるんだろうけど、配信を私は普通に話すだけっていう配信しかしない人なんで、終わんないダメだよ。どうやって見んだっけ、これ苦手なんですよ、この。何あなた、何何何、どういうことだ、ちょっとわかんないな。これこれですね。はい、行きましょう行きましょう。10位から行こうかな。これ開いちゃうの良くないんだよね。あーあーあーあああ、10位マッチーありがとう。9位タカボンありがとう。8位橋本直也ありがとう。7位ダイありがとうございます。6位ひま太郎ありがとう。おひさ。5位ストレスフリーありがとうございます。4位せんたろう、せんちゃんありがとうございます。ちょいちょいちょ。3位ネスカフェありがとう。2位マカロニ48ありがとう。1位スーミン大使ありがとうございます。ライブランキング、あれ私見たら違う、累計ランキングじゃない、あ、これ累計ってあれ今までのやつね。やだ、ちょっと今の取り消し取り消し、もう一回やらせて10位からいこう。15位からいこう、申し訳ないから。あのね、やって今日すごいね送ってくれたのに。15位からいきます。えちごありがとうございます。14位学ぶありがとうございます。13位高政ありがとうございます。12位井上義弘ありがとうございます。11位さくちゃんありがとう。10位のりともありがとうございます。9位マカローニ48ありがとう。8位ストレスフリーありがとうございます。7位ノーブル、ノーブル、ノーブルありがとうございます。6位カオルありがとう。5位ポチありがとうございます。4位タカヒロありがとう。3位ネスカフェありがとうございます。2位橋本直也ありがとう。1位スーミー大使ありがとうございます。お、コメント消したらすんごいなんかアイコンがいっぱいある。あー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 あああれ、どうやってどうやって出すの、え、どうやってコメント出すの、あ、来た、できましたんごー、ありがとうございますポイントのやつのランキング読んでるとコメント見えないからさ申し訳ないね、最後の最後に。あの今最後に言ったのが、あのちゃんとしたランキングですね、今日のランキングです。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。寂しいですが寂しいですね、寝ましょう本当にあのこんな配信見に来てくれてありがとうございました。すいません、本当に。次はちゃんとメイクした時にやろうかな。おやすみなさい、お疲れ様でした。寝ましょう。はーい。
お疲れ様でした。終わらない。なかなか終わらない。ついに早く寝なよってきましたね。そうだよね。本当寝なきゃいけないんだよ。お疲れ様でした。鼻水もやばいです。花粉症には気をつけましょう。いや終わろ終わろ。じゃあいつもの掛け声しますか。そうですね、いつもの掛け声しましょう。はい、ということで、はい、ということでセゾンの岡田彩香でした。それでは皆さん解散。